漫才郵便会ということでよろしくお願いします。去年の今頃はまさかこんなことに、ね、なっていようとは本当に思ってもいない状況になってしまいました。少しイベントはね、みんな中止になって、夏過ぎですね、ちょっとずつ復活して、でも場所を選び、人を選びという感じで、ごそごそと活動を始めていますが、こういう、これもこれでなんか、霞がかっていいんじゃないかなっていうね、感じがしますけども、会社でも大体こんな感じになってるんで、化粧忘れますね。で、化粧品代が浮いてるかなっていう感じで、まあ、ちょっとずつね、楽しんでいきたいなと思います。しています。今日はおとなしい曲ばかり選んできました。1曲目の夏勝ちひろさんの曲です。僕を忘れないでという曲。それが君のためにできること、どうか忘れないでね、僕も忘れないでね。焦った日記帳に印をつけること、きっと君のためにできること、どうか忘れないでね、僕も忘れないでね。果てた海の底で宝石を見せること、いつか君のためにできること、どうか忘れないでね、僕も忘れないでね。不思議に夢は叶え
Thank you.
にぎやかな表通り、あんたは
Oh,
な友達に気づいたりとかね、誰が一番大事な人とか、何が一番大事な人とかね、分かったんじゃないかなと思いまして、2年ぐらいで何とか免疫がしていたスペインとね、2年ぐらいで集団免疫ですか、続いて、まあ、普通に過ごせる感じがしてますので、コロナも多分このぐらいで、あまりだから清潔にしすぎるのも良くないのかなと思って、まさに物が出せなくて、中島みゆきさんの5倍めちゃくちゃお腹に風が
ありがとうございました。